今度28日に、ライオンズは、ヤフオクドームで、ホークスと対戦するんですよ。うんはい、で、なんといっても、ライオンズは、あの、ヤフオクドームで、弱いんですよ。うん、<laughs> で、さらに、菊池雄星投手が、果たして、ここ投げるかどうかっていう。うんうん、<laughs> いや、あのね、はい、菊池がほんまにこの短期決戦で、はい、あのー、ザ・菊池になるには、そこ投げて、勝ち星取らなきゃ。ええええ、あまあ、はっきり言今の菊池やったらいけるって。 そうですか。うん、ただ、前回ですね、ちょっとあの、熱を出しちゃいまして。あ、出たね。ええー。まあ、6回、それでも無視点だったんですけども。まあその戻りがどうか。あれ、ピッチャーって、その、熱が下がったからといって、すぐにパフォーマンス発揮できるわけじゃないですよね。うん、まあね。はい。ま、俺あんまり熱出る人ちゃう方から分からへんあ、そうですか。<ー>俺の体調管理は普通じゃないからね。はあ<ー>。俺、風邪で練習。 あかんかった、体調不良で練習ダメだったっていうのは、うん、辞める年の1回ぐらい。もう体が全然おかしかった、頑張り。すごいです、ね。ローテーション回ってる時に、風邪で当番回避とか、<ー>体調悪くて、どの頃の言ったことないから。あ<ー>、そうなんだ。はい。すごい。すごいですね。せやで。せや、本当どんだけ食べたいものいっぱい食べてたか。 食べたいものいっぱい食べてやだそれ普通じゃないですか、れはすごく、なんか、ビタミンなんとかとか、サプリメントの対応リストとか、俺は、じゃなく、しっかりものを噛んで、唾液とともに飲み込んでたから、俺、はそのあたりの免疫力は強かったと思う。俺、サプリメントほとんど飲めん人やった。そうなんですか。その違いからサプリメントを摂取してる人も結構いましようさんおった、そういう人に限って鼻、ずるずるやって、風邪ひいたりしてたわ。あそうですか。うんうん。よく噛んで、唾液出さないから。って食… 持つの、はい、バランスを整えて、うん、自分が欲しいと思ったときに飲み込むようになったんだよねそれはいいとして、その郵政投資なんでう、ね、風邪ひいた、うはい、もう頼むで、ちゃんと整えてや。うんうん みかんいやいや、そうです。<laughs> ビタミン C ですよね。で,ねでこの28日なんですけども、はい、まあ、ライオンズの今、先発ローテーションのピッチャーの中で、うん、まず、ウルフ投手は9月19日に抹消されてますんで、登録を。うんうん、ですから、これ投げることはできません。うんはい、で、戸上投手も9月21日に一軍登録抹消してますから、これ10日経ちませんから、投げることはできません。うん、で、野上投手だと中4日になりますから、まあ、ないですね。うん 行くとしたら、菊池雄星か田畑なんですよ。うん、で、田畑は9月18日に一軍登録抹消されてるんですけども、うん、9月28日はもう登録は可能なんですね。うん、このどちらかなんですよね。うん、行くとしたら。俺は優勢に行ってほしいな。あ<ー>だって苦手のまんまで終わるんですかうん。田畑投手は対ホークスは2試合投げて、0勝0敗ボールスは3.86。まず、まず。 ま,ね、まずまずよりも、僕は菊池雄星を、えー、フ、は、ォ、い、ークスにも負けないピッチャーにしとかないとうん、ファイナルステージ、じゃあ最終決戦で誰がマウンドに上がるって言ったときに、巡り合わせで、雄星行ってみうん不安で戦うんですか もう自爆取れた優勢がいるって言って戦うんですかええ、そうですね。これやらない限り、俺、ライオンズのエース、菊池って認めへんねま、必ずヤフオクでやりますからね。ライオンズはイーグルスを、そう。ファーストステージ破ったら、もうこれもヤフオク決定です。投げとくべき。ああ。絶対投げとくべき。あともう一つ要素がありまして、ホークスの東浜、今最多勝争い。16勝。腰の張りで一軍登録抹消されました。菊池は15勝です。はい。ですから、ま、菊池は、あと、2回チャンスが。 あると思うんですね。うん、そこで、まあ、一つ勝てば並ぶし、二つ勝てば抜くことができると。単独でいこうよ。単独で。うん、並ぶじゃなくて追い抜きたいよ。はい、ええ、で、土曜日にあの、ファイターズ戦、同日とあるんですけど、うん、土曜日のファイターズ戦、投げて、そして、今度来週のメットライフドーム、これ10月5日木曜日のファイターズ戦に投げると。これで、まあ、比較的得意なファイターズから2勝を上げる。 っていう可能、まあ、いい。普通のも。することもできますね。なんと言っても、日本シリーズに出るんでしょライオンズは。いや、そうですね。だったら、優勢が、ソフトバンクと、うん、ヤフオクドームで投げなきゃ、勝たなきゃ。うん、打線爆発で、優勢が4、5点取られても、打線爆発で勝ち星つけなきゃ。ああ<ー>。おチームのこれ、必須条件だと思う、ね。でもそこで一つ、優、菊池優勢が回答ララマのピッチングでホークスを破っとけば、うんうん、これ、ファイナルステージの戦い方が全然変わってきますね。そういうことやな、ね。ああ、そう もう向こう、ライオンズ来てくれるなんて、もう今までの菊池雄星投手のホークスの苦手意識っていうのは、がらりとかなくなるわけですよね、ほぼね。それのうのが強みでしょ、そうか、これ、このね、熱が、これ、でも6回でパッと降りたから、本当に熱があったら投げられへんから、微熱ぐらい、多分うん。 じゃあ、菊池雄星は28日、ヤフオクドームで投げるべきと。僕はそう思ってんのよ。そうなった時には、強い強いライオンズがそこにも完成する、コンプリートするんですよ。はい。2017年強いライオンズ、コンプリート、それで短期決戦行ってみ、どれだけ強いですね。かなり楽しいかも、そっちの方が。でしょなおちゃん。うん。そうしてほしい。そうしてほしいんですけど、でもなんかね、こう、一番拭わないけないでしょ そう、抜かなきゃいけない。で、それをちゃんと収めることができ、成績を残すことができたら、アメリカ手挙げてもいいから。うん。なんやかんや、言うて、あの、メジャーのスカウト見て帰ってるよ。これがローテーション4番手5番手のピッチャーだったらいいんですよね。苦手なところを外しても。筆頭でしょ。筆頭はダメですね、やっぱりね。はい。今度28日に、ライオンズは、ヤフオクドームで、ホークスと対戦するんですよ。で、なんと言ってもライオンズは、あの、ヤフオクドームで、弱いんですよ。 さらに、菊池雄星投手が、果たして、ここ投げるかどうかっていう。いや、あのね、菊池がほんまにこの短期決戦で、あの、ザ・菊池になるには、そこ投げて、勝ち星取らなきゃ。まあ、あきりは今の菊池やったらいけるって。 そうですか。うん。ただ、前回ですね、ちょっとあの、熱を出しちゃいまして。あ、出たね。えー、まあ6回、それでも無視点だったんですけども。まあその、戻りがどうか。あれ、ピッチャーって、その、熱が下がったからといって、すぐにパフォーマンス発揮できるわけじゃないですよね。うん、まあね。はい。まあ、俺あんまり熱出る人ちゃう方から分からへんけど。あ、そうですか。<ー>俺の体調管理は普通じゃないからね。はあ<う>。俺、風邪で練習。 あかんかった。体調不良で練習ダメだったっていうのは、辞、うん、める年の一回ぐらい。もう体が全然おかしかった。頑張れ。らなんか。<laughs> いやいや、そうですね。ビタミン C ですよね。うん、そうです、ね。で、この28日なんですけども、はい、まあ、ライオンズの今、先発ローテーションのピッチャーの中で、うん、まず、ウルフ投手は9月19日に抹消されてますんで、登録を。うんうん、ですから、これ投げることはできません。はい、で、戸亀投手も9月21日に一軍登録抹消してますから、これ10日経ちませんから、投げることはできません。うん、で、野上投手だと中4日になりますから、まあ、ないですね。うん 行くとしたら、菊池雄星か田畑なんですよ。うん、で、田畑は9月18日に一軍登録抹消をされてるんですけども、うん、9月28日はもう登録が可能なんですね。うん、だからこのどちらかなんですよね。うん、行くとしたら。俺は優勢に行ってほしいな。ああ<ー>だって苦手のまんまで終わるんですかうん。田畑投手は対ホークスは2試合投げて、0勝0敗ボールスは3.86。まずまず。 ま,ね、まずまずよりも、僕は菊池雄星を、フ、は、ォ、い、ークスにも負けないピッチャーにしとかないと、ファイナルステージ、じゃあ最終決戦で誰がマウンドに上がるって言ったときに、巡り合わせで、雄星行ってみうん不安で戦うんですか もう自爆取れた優勢がいるって言って戦うんですかええ、そうですね。これやらない限り、俺、ライオンズのエース、菊池って認めへんで。ま、必ずヤフオクでやりますからね。ライオンズはイーグルスを、そう。ファーストステージ破ったら、もうこれもヤフオク決定ですから。投げとくべき。ああ。絶対投げとくべき。あともう一つ要素がありまして、ホークスの東浜、今最多勝争い。16勝。腰の張りで1軍登録抹消されました。菊池は15勝です。はい。ですから、ま、菊池は、あと、2回チャンスが。 あると思うんですね。うん、そこで、まあ、一つ勝てば並ぶし、二つ勝てば抜くことはできると。単独で行こうよ。単独で。うん、並ぶんじゃなくて追い抜きたいよ。はい、ええ。で、土曜日にあの、ファイターズ戦、同日とあるんですけど、うん、土曜日のファイターズ戦、投げて、そして、今度来週のメットライフドーム、これ10月5日木曜日のファイターズ戦に投げると。うん、これで、まあ、比較的得意なファイターズから2勝を上げる。すご、ね、いローテーション回ってる時に風で登板回避とか、ええええ、体調悪くてどの子の言ったことないから。 あ,あ、そうなんだ。は、えー、い。すごいですね。ディスプレ食べたいやん。どんだけ食べたいものいっぱい食べてたか。 食べたいものいっぱい食べてたいやだから、普通じゃないですか。俺はなんか、あの、ビタミンなんとかとか、サプリメントの対応リストとか、俺はじゃなく、しっかり物を噛んで、唾液と共に飲み込んでたから、俺はそのあたりの免疫力は強かったと思う。俺、サプリメントほとんど飲めへんった。そうなんですか。その違いからサプリメントを摂取してる人も結構いました。ようさんおった。そういう人に限って鼻ずルずルやったり、風邪ひいたりしてたわ。あ、そうですか。うんうん。ええ。よく噛んで唾液出さないから。ああって食、食、 持つのバランスを整えて、自分が欲しいと思った時に飲み込むようになったんねまね。それはいいとして、その郵政投資なんですよね、もう風邪ひもう頼むで、ちゃんと整えてやるっていう可能性、まあ、いい可能性もなんといっても、日本シリーズに出るんでしょ、ライオンズは。 ヤフオクドームで投げなきゃ勝たなきゃ。打線爆発で優勢が4、5点取られても打線爆発で勝ち星つけなきゃ。ああ。チームのこれ必須条件だと思う。そこで一つ、ユー菊池優勢が怪盗ラマのピッチングでホークスを破っとけば、これファイナルステージの戦い方が全然変わってきますね。そういうことやねああ、そっか。もう向こう、ライオンズ来てくれるならでもビビりまくるよ。もう今までの菊池優勢投手のホークスの苦手意識っていうのは、ガラリとかなくなるわけですよね、ほぼね。うそれの方が強みでしょ そうか。うん。これ、このね、熱が、これどうなってるかでも6回でパッと降りたから、<配>本当に熱があったら投げられへんから。うん、はい。微熱ぐらい。はい、多分。うん。じゃあ、菊池雄星は28日、うん、ヤフオクドームで。うん